君はの中の茨の花かさゆいくれて帰ればやれほんに引きとめるまた晴れのちんだらかのシャマヨ伊波敏夫さんへのインタビュー ののののたための旅路今回長野市立湯谷小学校の子どもたちとの出会いいについてです当時私が担任していました湯谷小学校の子どもたちと伊賀さんとの出会いは伊賀さんにとってどんなものだったでしょうか小学生がハンセン病問題を学ぶということは担任の私にとっても難しいと思っていましたが伊賀さんの生き方を学ぶ中で ハンセンセ病問題を理解することはできるのではないかと思っていました私の手元には3冊のお宝本がありますすべてが手作りで長野市立湯あ小学校からで作られました1冊はハンセン病問題を 学ぶ伊波敏雄さんの生き方に学んだこと2冊目が長島愛生園の長野県出身者の方へ3冊目が伊波敏雄さんへありがとうございましたという本です。 えー、私が、えー、伊賀さんと子どもたちを、まあ、本当に最初に出会わせたいなと思ったのは、えー、熊本地裁の判決後マスコミ等でハンセン病問題は話題になってるけれどもこんな大変な問題が子どもたちの前を素通りしていくだけでいいのかと思ったことが始まりでしたが一番は伊賀さんのたくましい生き方をぜひ子どもたちに伝えたいと思ったからです。 それからあの花に案を読んでいて、伊賀さんが一番苦しんでいるときに必ず支える人が現れるんですが、そういう人になってほしいなというそんな思いもありました。岩、えー、小学校の2年間をまたぐあの私のクラスの子どもたちとの交流授業を引き受けていただき、本当に今も感謝しています。中野市立湯和小学校5年4組のの担任の 清水先生との出会いは2001年須坂市主催の講演会会場でした。クラスの子供たちからテレビのニュースで変な顔をしたおじさんたちがこれでやっと人間の仲間入りができたと言ってましたが。 あれはどういうことですかと聞かれました。ちょうどクラスでいじめや仲間外れがあり子どもたちとどのような取り組みをしたらいいか頭を痛めてました。総合学習のテーマとして「花にあわん」を利用させていただきたい。ぜひ子どもたちとの 交流学習の機会を作っていただけないでしょうかという申し入れでした。伊原さん、すぐに、ま、あのクラスの学年を訪ねられましたね。はい生徒さんは何,何年生ですか ?5 年生です。いや、大人さえ難しいハンセン病問題を五年生の 子どもたちに伝えるのはとても自信が持てなかったです予定はいつですか2学期の終わり頃お願いできればと思います申し訳ありませんが今年の冬までとてもスケジュールが取れません幼小学校との つながりは私の不誠実な対応が逆にきっかけとなり、ご縁が続きました、えー、一度断られた、この湯屋小学校へこう出向かれたのはど、どうしてでしょうか清水先生から電話による依頼をいただきました。 11月に保護者対象の講演会を企画したいのでお引き受け願えないでしょうかとこれまで花に合わんを子どもたち向けにプリント教材や図書に学ぶを作り学習してきました。 保護者の講演会のあとこれまで学んできた学習成果の発表会も予定してますのでぜひ聞いていただきたい私はこれまで断った後ろネタさもあり子どもたちの学習発表会は保護者の後ろで聞かせてもらいます これこれも私が参加していることを子どもたちに内緒にしていただきたい、その申し出を清水先生は承諾してくれました。えー、ちょうど岩さんから、えー、ハンセン病問題は小学生には難しいと言われたんです。そのの後当時岩小学校の校長先生からも おまあ、交流は慎重にと言われましたえ。そこでこの校長先生に伊賀さんの著書である花にあわんを届けたんです。そしたら翌日になってえ、保護者向けの講演会やりましょうと言ってくださいました。それがまああのきっかけになったわけです。えー、子どもたちのこう発表の様子は伊賀さんにとってどうだったでしょうか ?5 年4組。当時 生徒数を確か32年ではですね6グループの発表が行われていましたグループごとに模造紙に書き込んだテーマについて発表していましたハンセン病とは隔離政策の間違いについてハンセン病への偏見について などでした。教室を埋め尽くしている保護者たちは懸命に自分たちの子供の発表をノートを取りながら我が子たちの発表にうなずいていました。いや驚きましたね。感染病問題への迫り 方がまるで違うんです。大人なら、あるべき論を導入口に、人権、偏見、差別を並べ立てるのですが、子どもたちは、教室で日常起こっている、いじめ、 鹿とお友達同士の悪口などから社会的テーマのハンセン病問題に迫っていくのですいわゆる川下の日常から社会という川上にこぎ出すのですはあこのような学習方法があるのか しかし、学習の中で子供たちにとっては手に負えなかった課題もあったようで、この問題は調べ,調べたけどわからないと付け加えていました。私は子供たちがまだわからない疑問 点の十六点をノートに。記録しました。最後の。六グループの発表が終わり。私は。教団横で。椅子に座る。清水先生に。目礼をして。教室を。出ようと。 したその時です、えー。この時ね、あの伊波さんが子供たちの前に立つ場面を、まあ突然私がまあ設定してしまったわけです。清水先生がいきなり声を上げました。みんなにお知らせしたいことがあります。先生は伊波さんとの約束を破ります。実は君たちが トリントを学習をしてきた花にあわんの作者である伊波敏夫さんが君たちの発表を初めから終わるまで聞いてました廊下に出た私のもとに数人の子どもたちが駆け寄ってきたのですどうして変わるの お話しして。とうとう。教室の中に。いっぱい困り込ま,れました。清水先生は。すいません。一言でいいですから。子供たちに。声をかけてください。子供たちの目線が。私に集中していました。 えー、あの時は本当にあの伊賀さんとの約束を破ってしまってすみませんでした私はあなたたちが大好きな清水先生から前にあなたたちに話してほしいと頼まれました何年生ですかと聞くと5年生ですと聞かされました その時私は忙しくて予定が取れないと断りました。正直に言います。私は嘘をつきました。断った理由は忙しいからではありません。こんなに難しい話は5年生に 話してもわからない。出かけるのは無駄だと思ったからです。今日のみんなの発表を聞いて、あなたたちはしっかりお勉強して分かろうとしている。だから私はあなたたちにごめんなさいを言います。 今日、あなたたちから16個の宿題をもらいましたこの宿題を持ち帰りますしばらく日にちをもらって必ずあなたたちの疑問点に答えることを約束します 子どもたちからのこう宿題としてこう16の疑問を持ち帰っていただいたんですね帰宅してその16個の質問への回答づくりは翌日の深夜3時に終わりました校長と名宿国間で手にしたファックスあたり16の質問への回答プリントが送信されました 子供たちの歓声が聞こえてくる気がしました。この交流学習は持ち上がりクラスとなった6年生の卒業まで続きました。最後の交流授業後、保護者が主催する社恩会まで企画されました。 えー、伊賀さんは子どもたちの質問に対して翌日にあのファックスで返事をしてくださいました、えーまあ、あるこの作文といいますか日記の中にですね、えー、自分の親以外でちゃんと約束を守る初めての大人というねのがあの伊賀さんに会った子どもたちのこう初めてのこう出会いの印象だったと思います、えー、それからあの伊賀さん覚えてらっしゃるか分かりませんがあのその日にですね2人 クラスで休んでたので会えなかった子がいたんです。えー、伊賀さんからのそのお便りの中にはこの2人にね会えなかったのが残念というあのそういう言葉があってこう一人一人を大事にしてくれるんだなっていうのを子どもたちはあのそういう人を尊敬するっていうかねあのそういう気持ちをこうあの実感できたんじゃないかなと思ってます。えー、子どもたちにとってこの伊賀さんと出会えたことで。 学習を通じて、長島愛生園の西澤さんとこう交流できたこともこと交流できたことにもこうつながって、子供たちの本当に心の財産となったと思います。清水み先生から岡山県、長島愛生園に入所している、長野県出身者の皆さんへの手紙が 投函されましたその手紙には今ハンセン病問題を学んでいること授業時間に作成した新聞と子どもたちからの手紙が添えられこれから6年生になっても学習を続けていくことなどが綴られていたそうです。しばらくして 差出人が45分の1と記された手紙が子どもたちに届きますかすかな消印から岡山県の虫明けが読み取れました再び子どもたちからの手紙と新聞が投函されました その返事には、しっかりと自分の出身村が明らかにされ、封筒には45分の1ではなく、差出人西沢さんの名前が記されていました。その後、湯和小学校のホームページには、 西澤さんのとの交流学習への感想が掲載されました。その後も交流は続きます。清水先生は中島愛生園に西澤さんを訪ねたということです。直接ですねこうあの療養所の 長野県出身の方との、ね、交流につながってたんですけれどもあの伊賀さんとの学習の中で子どもたちの書いたちょっと感想を一つね紹介します、えー。伊賀さんの元患者の人に頑張れということじゃない帰ってきてと言える環境を作っていくことですという言葉が心にグッときました。 えー、もう元患者の人は自分の一生じゃ足りないくらい頑張ってきたからそういう思いで行ったのだと思いますそして帰ってきてと言える環境づくりこれは病気に関する変形を完璧に人の心から消して仲良く一緒に暮らしていけるそんなことだと思いますでもそんなにうまくいきっこないこんな気持ちが私の中にあります、えー、うまくいかないからこそ今思ったことを実行すればいいんじゃないでしょうか あのこれがあの五年生の作文なんです。で、どうしてこういう感想を子供たちが書けたのか、やっぱり伊賀さんの生き方に子供たちなりにこう共感するものがたくさんあったからだなと思います。えー、あの伊賀さんとのこう交流が続いて交流会こう最後の日をね、あの伊賀さんとてもよく覚,覚えてらっしゃるんですけれども、あのどんな印象だったかちょっとお話しいただけますか。 はい、6年4組との最後の交流授業が行われましたいつも私にしがみついてきた Y くの言葉です皆さんと初めて会った時なんだか一緒にいるだけでホッとする人だなと思いました 花にあわんは花というのは優しい人たちのことだそうです。皆さんが今まで頑張れたのもたくさんの花に会ってきたからだと思いました。愛くんが元気な声で締めくくってくれました。 皆さんに2回目に会った時の最後に一番大事なことは自分の問題としてハンセン病問題を学ぶことと言われました。人のことだからいいんじゃなくて自分がもしその立場だったらどうするんだ と言っているように思いましたそして、写本会の中で保護者を代表して、K 君の母親から挨拶をいただきました。私たちは、矢さんを通じて、ハンセン病のことを知りました。そして改めて 人が人として生きていく思いを知り言われなき差別や偏見によってねじ曲げられることなく一人一人がお互い認め合って生きていくことがどんなに大切なかを教えていただきました。残念なことには、 皆さんにご指導いただけるのは終わりに近づいていますけれどこれが終わりではなく始まりだと思います皆さんにいただいた種をこれから自分たちなりにできるところから育てていくのが私たち 親とととがなすべきことだと思いますそこで子供たちからの「私の宝物」「伊波敏夫さんありがとうございましたが」がプレゼントされました。 「また晴れのちんだらあかぬしゃま」